じゃあ直樹さんの4種目目何やりますか。4種目目はスミスの、はい、スミスマシンを使ったちょっとギロチンベンチ。ギロチンベンチ、そうギロチンベンチ、なんすかそれ。その僕結構ナローベンチプレスが大好きで昔からよくやってて、はい、山本先生、はいはいはい、そのデータ的にナローベンチプレスが一番インクライナーに効いたみたいなデータを僕あのなんか見させてもらって、あ、そんなん言ってました？書いてたのかな、はい、なんか山本先生のなんかブログかなんか、の見させてもらって、はい、多分ですよ、確か、はい、いや間違いないと思います。それであとジェイカトラ、僕は結構90年代のビルダー、2000年のビルダー結構好きなんで、ジェイカトラかっこいいですね。そうそう、ジェイカトラもやってたギロチンベンチ、スミスを使ってやっていくんですけど、まあ、まずこれアップっていうかもうやり方だけ基本見せる感じで、はい、この首ですね、ギロチン、ちょうどギロチンのあの処刑とかやつがギロチンな感じで、あ、首にスミスを合わせるんだ。そうそうです。でこれ一応やっぱセーフティーをつけとかな、ほんまに危ない時とか、はいはいはい、一応これはスミスなんでセーフティー多分、皆さんこれね、はい、これ忘れたほんと死んじゃうやつ、ね、ほんまに死んじゃうやつなんで、で広めじゃなくて僕はちょっとナロー気味 でここまで落としてグッと一気に上げる。おお、これでその何ですか、このセーフティーに置いちゃったら抜けちゃうんで、セーフティーが当たるか当たらないかぐらいでしっかり負荷を与えながらプッシュする感じ。これで重りをつけてやっていきます。山田さん、ちょっと、ちょっとこのスミスマシン結構もう返すのがダメなの。あ、いや、これうちと一緒っす。あ、そうですよね。首に合わせの肩幅ぐらいでしたっけ。そうそう、なるほど、ちょっと非常に一応よりも狭めぐらいの。肘横に開きます。そうですよ、肘は横に開いてます。ちょっと邪魔だけど、もうちょいいけそう、もうちょいいけそうですよね。これで2時プレートが30、30。そうそうそう、受けると思うんですよ。15連ぐらいをやったぜ。いけますね。これ結構肘にきますね。肘痛いですね。肘ちょっと痛いな。ナクさん上げましょうか。はい、すみません。あれですね、来ました。だいぶ。やばい。ああ。音声なくなってきた。いいっすね。いいっすね。スミスは補助がしやすいです。この横から。確かに。確かに。いや、2人でやるトレーニングいいな。そうそう。スミスは補助がしやすいです。直樹さん4、次が5種目目、6種目目ですね。そうですね、次も5種目、6種目がスーパーセットで最後。最後にスーパーセットくるんですね。そう、最後にもうあのパンパンにパンプさせて、はい、まず1種目目になったあのワイドのチェストのケーブルなんですけど、はい、それと最初はこのあのデクライニングデクライニングの下のカーブでしたね。カーブ狙いだったんですけど、最後はもうほんまにちょっとサイドでしっかりともうチューブ、ここからもう一番引っ張って状態で、今度はスタンディングでいいですね。そうですね、スタンディングでしっかりもう一番遠くに引っ張って内に入れて、お、
もう軽めでしっかり丁寧に最後。いや胸持ち方が変わってる。へえ。どうしてもこういうなんかこうなったりしたら、はい、確かにバランスが。でも僕は極力こうやって次のセットはこうやって。おお。左右の左右差があんまりなくなるから。はい。これはやったことない。下からなるべく入れて。タンクトップとかでこう自分の胸から分かりやすく見えるんで。胸を見ながら収縮も感じて、収縮メインのフロントプレスって言うんですかね。はいはい、これはやったことないな。上部の内側まで来そうな。最初のバーだけゆっくり丁寧にやった。もうパン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 させていく感じでやれるまでやるっていう。あれだけ丁寧に進んで最後だけオラオラしてきましたね。でも、もうこれだったら終わりなんで最後ガーッていったらガーッて。そこはもう最後に。よし、じゃあスーパーセットで、あ、意外と軽い12キロ、合ってっかな。なんで行きました？元気あります。あ、もうそこはもうオラオラって感じ。オラオラ、ここだけいきなりオラオラ。ここはもうオラオラ。ここはオラオラ。ここはオラオラ行きます。40分から1時間ぐらいで終わらせて。なるほど、40分であれをやるのか。
今日ほら撮影もあったんで1時間超えちゃいましたけど、はい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 、普段はもうあれを40分でから50分ぐらいブワーってやっちゃうわけですね。けどやっぱ今日僕普段ゴートレとかなかなかしないんですけど、はい、今日ちょっとゴートレチックにやらせてもらったんですけどやっぱ楽しかったですし面白かったです。ほんといつもよりも聞いた感じが、はい、しました。あの最初の青木さんこの見た目にあの反して丁寧に丁寧にやるなとさ後半めちゃめちゃオラオラしてきた後半までちょっと自分を出していたから丁寧にするのきつかったですね意外と。いやいや撮影が入ったら余計に多分なんかいつもよりもきつかった自分で、はい、自分でいつもやってもやっぱよりも非常にきつく感じてけど、はい、しっかりいいトレーニングできました。いやありがとうございました。次まだ大会残ってますよね。そうですね、次11月16日の、アマチュアオリンピアジャパンですね。お、出ちゃいますか。まあ、でもオーバーオールで広島で取って結構狙ってるわけですよね。そうですね、ちょっとこの勢いで行きたいですね。こうやって山田さんも来てもらったし、ね、はいはい、残りまあ37か8日ぐらいあるんですけど、はい、まあ、しっかり調整して11月16日東京渋谷行きます、はい、頑張ってください。お願いします。ます、また僕も応援に行きますね。応援ですか。山田さんも今年はあ、もう、もう、今年はあと太るだけです。え、これはマジでぜひ大阪来たんで、たこ焼きとか食べてください。食べててください。僕もマスキーだこれで隠したい。え、ナミさん、あ、ちょっと顔が切れちゃった。後半切りすごいですね。ここ発達、ここめちゃめちゃ発達するんですよ。怖いですね。何これ怖いですね。びっくりしたんですよ、俺ケツみたいになってるから。すげえ。フィジークポーズで、はい、